続いて、先ほどいろいろマイコンの外側と通信 IO ですとか、AD とかの設定において話し出てきた SIUL システムインテグレーションユニットガイドというモジュールの説明に行きます。基本的にはパッドのコントロール、セールですね、あと IO のマックス、マックスっていうのは、1個のピンに対して機能がいろんな風に多重化して選択、いろんな機能がこう選択できるような、ことをマルチプレックスでマックスされているというような表現をします。でそれを、コントロールしているような機能があります。なのでちょっと文字潰れてますけれども、ここがパッドっていうかマイコンの実際ピンに当たるところって考えてください。でこのピンが、まあ、どういう機能を持ちますかっていう設定をします。であとはその設定の中で、まあ、GPIO ジェネラルパーパスインプットアウトプット汎用入出力、まあ、ハイを出すかローを出すかっていうところだけはこのモジュール内で行います。でその他 AD ですとかタイマーとかはそれぞれまたタイマーモジュールの中で設定をします。そういう意味では基本はパッドどの機能を使いますかっていう設定と、その設定の中で汎用入出力にした場合はこのモジュールの中で設定をします。そうしないと、まあ、そこを結構なんだろうな、複雑にな設定になっていて、なかなかちょっと分かり、最初はとっつきづらいところになるので、基本的に、マイコンの外側の世界と通信するときは、まずこの SIUL っていうモジュールで設定をして、その上で使い始める。で、必要な機能も設定をして使い始めるということをやる必要があります。まあ、イメージ的に書いてある絵がこんな感じになっています。先ほどの機能が、まあ、1,2,3,4 ってあった場合にどれを選びますかっていうのを選んで、で出力をしたり、まあ、あとは入力に対して、どういうふうになってますかっていう絵があります。アナログ AD に関してはアナログ用の専用のこういう設定があって AD のチャンネルが入ってくるようなことになっているので、その辺は後ほどサンプルコードとかもあるので AD のパッドに対しての設定コードとか、GPO に対してこういう設定だとかタイマーをこうすればいいとかっていうのは、そのサンプルコードと見ながら、マニュアルを見ながら設定決めてみてください。そうですね、あと実際、まあリファレンスマニュアル、データシート等を見ると、まあ、この、例えば GPIO の0ですとか、E マウス、タイマーの出力ですとか、そういうような機能がどれがありますかっていうのがマニュアルに書いてあるので、でこの先ほどの、まあ、これが PCR と呼ばれているコンフィグレーションのレジスター、設定レジスターなんですけども、その PA っていう部分に、今00ってなっていれば00で AF0 で今 GPIO が選択されている。もしここが AF2 PA が10と書かれているのであれば AF2 なのでクロックアウトが機能として選択されているというような形で機能が変わっています。であと入力で使うような形、GPIO は関係ないんですけれども、機能ピンとして、入力で使う場合はそれぞれ設定が必要ですという説明があります。でタイマーの、まあ、モジュールとして説明していきますが、まあ、ここで本当に説明したかったモジュールは、この資料の中の、まあ、ウォッチドック PIT、STM、IMASH と書いてありますが、まあ、基本 PIP って言っているモジュールと IMASH っていう書いてるモジュールの2つになります。で、まず1個目の、ソフトウェアウォッチドックタイマーっていうものは、
基本的にどういうことをしたい時に使うタイマーかっていうと、あの CPU っていうものがきちんと動いてるか動いてないかっていうのを確認するためにタイマーとして動かすようになります。で CPU があのきちんと正常に意図通りユーザーの意図通りに動いていれば、そのこのソフトウェアウォッチドックタイマーっていうのが、まあ、タイムアウトをしてしまう前にそのリセットを CPU がかけるというような使い方をすることによって CPU が暴走してるかしてないかという判断をするためのタイマーが中に入っています。でそれをことをソフトウェアウォッチドックタイマーというふうに呼んでいます。で、まあ、説明としてはものすごく簡単に言うとそれだけになるのと、まあ、使う使わないはあのお任せなので今日はこれぐらいの説明をしておきます。ですね、オーバービューとかリフレッシュというのは CPU が途中でどういうふうな処理をすればそのタイマーがウォッチドックタイマーがオーバーフローしなくて済むかっていうような方法だとかその他が書いてあるような資料になります。で2番目として、まあ、2つあるうちの1個目、痛かったタイマーとしては PIT というタイマーがあります。ピリオディカルインタラプトタイマーという、まあ、周期割り込みをかけるのに、まあ、使いやすい、まあ、単純なタイマーになります。で32ビットの、タイマーになって、まあ、このタイマーを使うことによって定期的な割り込みの動作というのを発生させたり、あと定期的な DMA の転送です。DMA は大丈夫です。分かんない。DMA って、例えば、ね、CPU を返さないでダイレクトにデータエントリーする。バスを使って。ダイレクトに。CPU を返さないで、ね、まあ、勝手にやっちゃ う, っていう。なので CPU なんか演算してて、例えば AD 変換、AD もありますけど。AD の変換結果を SRAM に持ってくるのも CPU がムーブして持ってくるんじゃなくて、もう関係なくデータを転送できるというの機能が DMA っていうんですけど、そのトリガーを、まあ、このタイマーの周期タイマーの割り込みタイマーからもかけることができるって機能があります。多分今回は使わないと思います。そんな早い作業は多分しないと思います。そんなにはいないですよね。まあ必要、もし何かいろんな処理をする、忙しくなってきたら、忙しくなってきたらもしかしたら使うかもしれないです。ですね。で、まあ、あ、そっか、ごめんなさい。DMA でやらせておくと便利なんで、AD コンバーターの結果なんかを CPU が見たいときに見に行く、常時こう更新させておいてっていうような使い方もできる。そういうこともできます。であとは、システムタイマーという、まあ、似た感じのタイマーモジュール、32ビットのタイマーもあるんですけれども、まあ、主には OS とかそういうものをインクリしたときに、実装するようなときに、OS が使うような、に向いたようなタイマーモジュールになります。まあ、使い方によっては汎用のタイマーとしても使えるので、必要に応じて、まあ、使うときもあるかもしれない。で、タイマーの説明の中の4番目として、まあ、実際にサンプルコードとかでも使われているモジュールで、EMIOS というモジュールがあります。で、EMIOS っていうものは、まあ、基本的には、いろんな機能、まあ、標準タイマープラスいろんな機能を付加したような、タイマーモジュールになっていて、あれですね、結構いろんなことができるようなタイマーになっています。基本的には16ビットのカウンターベースでのタイマーモジュールになります。で実際は、今回の 5604B に関してはこの EMIOS というのの1セットのチャンネルが使えるような形になっていて、でそれぞれの、チャンネルに対して、まあ、いろんなタイムベース、周期っていうか
周波数でそのタイマーモジュールを動かせるような形になっています。で、色分けがこういうふうにしてあるのは、そのそれぞれの、チャンネルに対してできる機能っていうのが変わるから色分けをしています。で、タイマーモジュールに対しては、例えばこの機能としていろいろ書いてありますということで、基本的なタイマーの機能はあるんですが、それのプラスアルファの機能できるできないという制限があります。で、これがですね、チャンネルのストラクチャーという形になっていて、実際あの 5604B はこのイマイオスの A っていう、片側だけになるので2つモジュールが入ってないんですが、1つのモジュールが入っている形になります。で、これはなんかいろいろと中のブロック図なんですが、ちょっとお伝えします。で、実際の動き、そうです、これがあの表になってるんですが、それぞれ、タイプ G っていうのでできるできないっていう表になってます。で、ちょっと英語のもので、この×って書いてあるものはできますっていう意味のものなのでそこ注意をしてください。ちなみにインプットキャプチャーとかアウトプットコンペアっていうのは聞いたことあるんですか？多分ないんじゃないかな。設定した値になったら0になるっていうのを繰り返すとか、ちょっとこれ 図ベースで話をします。インプットキャプチャーっていうのが何かっていう と、タイマーの、マイコンの外で何かイベントっていうか信号が変わったとかっていうのがいつ起きたかっていうのを、ソフトウェアが知るために使うっていうのが使い方、基本的な使い方で、タイマーっていうのはカウンターがこう上がっていったり、設定には下がっていったりで、ある周期でこうそのタイマーっていうのがこういうふうに変わっていく。で、その周期の中のどのタイミングかっていうのをこのカウンターのように表しています。で、ここがタイマーのモジュールに対してインプットキャプチャーに設定した場合に、この立ち上がり、外の信号が来た時に何か立ち上がったっていうのがここのタイミングだとすると、このカウンターがここの値の時に変化が起きたというのを、知らせるというか取り込むというのをインプットキャプチャーというような形で呼んでいます。で、それが今、ちょうどカウンターが1000の時なので、このキャプチャーするした値を取り込むレジスター、格納するレジスターというのを中に1000というのが入る。で、そのまた次にこういって、次のエッジを検出しましたという時は、この1250という値のカウンターなので、その格納するところは1250というのが入ってきます。そういう形で、インプットキャプチャーというのをやる。何できるかといったら周期が測れたりするんです。内部でカウンター働いてるんで、なんか PWM の波形測った時に立ち上がって、あ、ラジコンの受信機の出力でこう PWM 出てくるんですけど、それの幅を測るとかって時に、立ち上がった瞬間の値を記録して、また次に立ち上がった値の瞬間を記録して、サーフォンを取ってあげればそこの時間が分かる。で、そういうところに使う。そうですね、実際は資料の中にそういう例も入っていまして、で、インプットパルスバイスメジャーメントで、この、これはこの幅ですね。これは立ち上がり、立ち上がり、両方見てます。立ち上がり、立ち下がりで、このそれぞれレジスターに値が格納されるまで引き出せれば幅が分かる。で、この片側エッジだけを見ていれば周期が分かるといったような使い方ができます。で、ちょっとそれだけ早い、短いパルスを測るかどうか分かんないんですが、格納するレジスターというのは2系統あるので、この値っていうのが1000っていうのが、
二系統あるので、あの、なんつったらいいかな、短すぎると同じレジスタを上書きするようなタイプのインプットキャプチャーだと、短すぎるのはもう CPU が読みに行く前にもう上書きされちゃってできないんですけど、まあ2種類、二系統2種類あるので、この値は保持されたまま次の値を読めるっていうのは、この間っていうのは短くてもきちんとその短いパルスでも測定できるっていうようなメリットがあります。で、もう一個のタイマーの機能としてはアウトプットコンペアっていうものがあります。で、それも同じようにタイマーは基本的にカウンターで動いてます。で、それに対してそのカウンターの周期のあるタイミングで、そのカウンターと設定した比較する値マッチしたら外で何が起こすっていうのがアウトプットコンペアの時なので、カウンターがこうなった時、500からってずっと観察していって1000になった時に、この設定している1000の値と同じ値になったらこの外ピンをトグルして、あの、配置するといったような使い方ができます。というような形で、結果的に何ができるかっていうと、例えば PWM パルスワイドモジュレーション、まあ、あの、こういうパルスを出すということがこのアウトプットコンペアを使うことによってできます。で、例えばカウンター、これはカウンターの値がこういうふうに変わっていくのが1周期といった場合に、例えばこの A の1というのに200というのが入ってマッチしますたら、はい、ローに下げる、この 上側ですね、出力の上側だけを見てた場合ローに下げる。で、この最後の周期の最後まで来たっていうのを、B の1っていうので設定してあげれば、ここでまたハイに戻すっていうことで、ここからここまでの1周期と、あとここの A の1のマッチっていうのデューティーの比を作ってあげる。ので、1周期のところで100、あの、例えばこの A1 マッチの値をもっとこのカウンターのここの部分にしてあげれば 100% の出力ができるし、0にすれば、あ、一番最初の分にすれば0にできるしっていう形で、この0から 100% までの間で自由なデューティーの波形を作ることができます。で、ちょっと EMIOS に関しては、まあ、設定等々は結構複雑になってくるんですが、まあ、ちょっとサンプルの構造を参照してもらって、まあ、少なくともあとこういう機能はできるはずっていうのをちょっと絵でこう、あの、そんなにいっぱい英文は書いてないので持ってもらって、こういうのができるというのを理解して、必要であれば設定変えて使ってください。